さんこんにちは。本日はスワットでウキウキな霊夢だよ。皆さんこんばんは。スワットはあまりいい思い出じゃないので嫌なマリサだぜ。皆さんおはようございます。今日は司令部じゃない霊夢だにょん。皆さんこんにちは。おそらく久しぶりの応援くんです。皆さんこんばんは。今回は司令部としてやっていくさないです。今回はこの5人で。それは司令部にょん。現在は銃を持った人物がいるようなので現場に向かってるところなんだぜ。私の口調真似ないでくれるかな。はっはっは。マリサ今日は一段と美しいね。いやいや、マリサさんがこんなの出てられるわけ。そそうかなー。思ったよりも驚かったんだよね。そうだと思ったよ。とても綺麗だよ。ほんとほんとほんと。いや、マリサさんごまかされてますよ。そうですよ、騙されてます。あっちょ、余計なこと言わないの。余計なこととはどういうことだね、霊夢くん。あ、マリサさん、それはその覚悟はいいね。あっちょ待って。貴様銃をぐほ、痛みが貴様とっとと銃を捨てやがれ。警察、いつかのそこに。さっきから横にいたぞ。んなまかな、私のような完璧な人間が気づかなかったのと。完璧な人間がサブマシンガン持ち歩いてたまるか。貴様を銃所持の疑いで逮捕する。ロスさんとすれば女性が銃持ち歩かないと危険よ。確かにそうだな。納得しちゃダメですよ霊夢さん。そうだぞ、場合によるだろ。場合にはよるんかい。お前瞳孔が開いてるな。瞳孔って何よ。瞳孔でしょ。お前も間違えてるわ。瞳孔な。はははは。はお前バカだな。お前だわ。こちらに 11D 対応する。いや、不審者用事案うちらが対応する事案じゃねえだろ。無線うるさいし事案対応できないって報告入れるのも面倒だから、とりあえず対応したふりして頃合い見て事案終了の無線入れるわ。理由も対応も、そだな。警察官やめてほしいですね。いや、人生終了してほしい。そして私がレギュラーの座に。いや、それもう市場挟んでるから。てかさっきからツッコミの割合おかしいだろ。私がボケで、ツッコミがさっきから3人なんですが。いや違うぞ。霊夢さんがツッコむときは私たちはボケになるので。それ私ただのぼっちやん。そうだよ。ま、いっか。いいんだ。そんなことより車両紹介忘れてたのでやります。もうなんかいつも適当だから忘れたのならやらなくていいのやないか。そうなんですが、今回の車両はちょっと特殊なので。特殊というわけで場所移動しました。そんなことより霊夢、特殊って何なんだ。そうなんですよ、今この世界線はバニラの車両を、パトライトとかのパーツが現実のものにした車両を導入しているのですが、ちょっとややこしいが、ベースがバニラの車両なんだな。そうです。ですがこの車両はバピド TARV という車両名で、バピドという GTA の世界の車メーカーの名前を使ってますが、どうやらこの車両はモッドで完全に作られた車両っぽいですね。多分多分かよ。前々回乗ったスカウトも本物のバニラ車両かは不明なので、この世界線はバニラとモッド車両が入り混じった世界線ですね。多分だから多分かよ。まあパトライトは現実よりのものなので元から完全なバニラの世界線ではないですがね。というわけで長話は以上で通常の動画に移ります。おいてめえハゲてるから帽子かぶってんのか。わらわらわら。お前だって帽子つけてんじゃんか。帽子じゃねえよ、ヘルメットだわ。わらわらわら。ふざけやがって、喧嘩上等だ。拳銃で喧嘩しようや。上等だ。拳銃の喧嘩って何だよ。思ったより。これは強敵だな。まずい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 。レイムさん。この野郎。レイムさんの仇。というわけでギャングを蹴散らしに行きます。いや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 、どういうわけで。てかなんでレイムかかってるの。てかこの展開前のスワットの方もいたな。なんかもうツッコミどころ多くて疲れた。はははは。ツッコミ渋滞してて疲れてますな。てかなんだよこの棒立ちの警官たちは。邪魔だけど引いちゃダメでしょレイムさん。ゴミがいるから掃除しないと。お前何やってるんだ。そうですよレイムさん、こんなことしたらまた銃撃戦になりますよ。そのつもりだけど私たちも巻き込まないでください。仲間だろうが、コンビやめます。サブキャラ引退します。私がマリサさんとコンビを組みます。やっぱりぼっちなの？てかさっきから用務は市場挟んどるやろ。仲間を引きやがって。ライフルの連射速度に震えろー。ショットガンの威力に震えろー。なんだかんだ協力してくれるのね。霊夢さん後ろ。移動する援護してくれ。しました。おー。ライフルは遠くにいても関係ないのだー。仲間グフ。とどめだー。後ろはクリア。了解です。全ユニットに次ぐ銃を乱射している人がいるとの通報。場所はエリシアンとコード3で対応せよ。こちらに 11D 対応する。いや霊夢、他の事案に向かってる場合じゃないだろ。そうですよ、何考えてんすか。
他のユニットに任せましょう。いやだ、銃撃戦は取れ高なんだから。キャングに命がけで喧嘩売ってんのも取れ高のためなんだから。いや取れ高に命かけるな。あと一人だぞ。了解。後ろにもまだいたぞ。了解よ。応援に来ました。邪魔だな。おい、八つ咲きにしてやる。べちょべちょにしてやる。滅多滅多にしてやる。3人とも癖の強い言い回しだな。てか滅多滅多ってなんやねん。制圧、霊夢が来たー。いや頭の上に振り上げてるにゃん。ははは、三者三様のツッコミで性格が現れてますな。さあ行くぞ。了解。ライフルは最強なり。お前最近までショットガン大好き人間だっただろ。ライフルは遠距離だと強いから、その場の状況に合わせて武器を扱っているのです。つまり私天才。いやそれはない。ひどすぎる。さて現在は現金輸送車が盗まれたようなので、現在逃走方向に先回りしているところです。なんか現金輸送車すごい動きしてたぞ。なんか落ちますよ。この世界は本当狂ってるぜ。お前さんいない。あっちに犯人はいるのか。いないみたいだぞ。容疑者はみんな降りたらしい。あっ、二人告知してるわ。どこが追跡はめんどくさいから好き。ロス、いつもよりも手洗い人体への PIT ですね。わかります。こんなことして処分食らわないのですか。私の座を狙うなら汚職活動もネタの大きさと学びなさい。汚職の隠蔽は主人公補正でなんとかなるから。わかりました。わかるな、わかるな。うるさいモブは黙ってろ。なんで僕だけ。まずい、ライフルの弾が足りない。カバーするから車両に戻って弾補充しろ。それはダメだ、犯人の制圧しないと絵的にまずい。謎の YouTuber 騙しやめろ。なるほどなるほど、ボケは命がけで行うのか。絶対違いますよヨウムさん。うるさいモブは黙ってろ。またこれか。こちら 21D 容疑者を全員制圧、コード4。変わって現在はギャングを蹴散らしに来ました。またかよ。おいごらー、あっちょっと待ってね。なんだこの警官。身分証出せやオラオラ。お前の譲渡欄切るかよ。この警官たちなんなんだ。しらけたから帰るわ。どうぞどうぞ。いやいいのかよ。そうですよ、めちゃくちゃ怪しくないですか。あいつ目がおかしかったすよ。上層部からギャングを蹴散らせとのお達しがあったけど、こんなもんは適当でいいんだよ。適当で警察やめろ。言及されてほしい。人生を終わらせてほしい。だからひどすぎるわ。なんか本当にめんどくさくなってきた。攻撃開始。え、カバカお前。霊夢さんの頭の中身はどうなってんすか。病気を意識していらっしゃいますね。要は間抜けってことです。ハンドガンも最強なり。話を聞け。霊夢さんは天才のボケなんだ。参りました。ヨウムさん、そんなこと言うとる場合ですか。銃撃戦は取れ高、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 ブツ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 なんか言ってるんですけど。なるほど、ボケは狂人ということか。私も狂人になろう。ギャハラはギャハッハは、ハハハハハハハ。ついにヨウムさんも狂った。ハハハハハ。銃弾をギャングどもに、銃弾をギャングどもに捧げる。いやバイ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 。なんなんだこいつらは。まあいいや、応援くん、狂人たちは置いといて、私らは銃撃戦に集中しよう。そうですね、狂人たちの行動と言動には目をつぶります。アビアバイ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 サイ。アビアバイ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 サイ。アビアバイ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 サイ。ちょっと応援くんたちが突っ込まないと。私たちが本物の狂人みたいじゃない。いやどう考えても狂人だろうが。そろそろ制圧したか。ミニマットにまだできず。いや、で、グッフさん、最後の一人、オラ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 。現在は売店に強盗がいるようなので到着しています。お前ら豚どもが来てるのは分かってる。近づいたら店主を撃つ。問答無用突入するのみ。お前は話聞いてたか。いやここでカット。にっしっし、はははは、はこれは私の金だ。お前が強盗でしょうか。ということで今回はこの辺で以上となります。面白いと思ったらチャンネル登録お願いするんだぜ。高評価もよろしくにゃん。コメントもしてくれるとモチベーションにつながります。他の動画も見てくれるととっても嬉しいです。それでは皆さん、またの動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。